皆さんこんにちは、ほぼ毎週のおです。前回は果物に関連する言葉の第3弾を勉強しましたね。忘れてなければ一緒に声出して言いましょう。マンゴー、パイナップル、トマト。はい、忘れてないですよね。まあ3つだけですからね。忘れたらね、もう一回見てくださいね。下もね貼っておきます。それでは今日は果物シリーズの第4弾ね、パート4を勉強していきましょう。はい、まずはね、レモン、まあ、普段使いますよね。中国あまり使わないかな。日本で結構使われてるんですね。レモンは、柠檬と言います。柠檬、まあ、ちょっとね鼻の発音がね入ってるんですけれども、柠檬と言います。はい、次は、スモモ、あんまり食べないかな。スモモはリーズと言います。リーズ、三声ですね。リーズと言います。前のね、リーズと近いんですよ。ちゃんと発音しないとね誤解されるから、リーズ。梨はリーズ、栗はリーズ。はい、はい、最後ね、ライチはね美味しいんですよ。日本はあまりないのが残念なんですけれども、まあ夏になるとね新鮮なライチね売ってますからね。ライチはリーチと言います。リーチ、それもね南の方で売ってます。海南島とかですね、まあ、海南島しか知らないか。以上、果物シリーズのパート4でした。登録ボタンを押しながら、また明日、バイバイ。